式帳とは古代律令制の下で作成された公文書の一つ、徴用の徴収に還元するものである。一年の途中で、家役を負担する身分から負担の必要のない身分に変わったり、その逆の場合、不役令では変更が生じた季節により、家役の全部あるいは一部を免除、徴収することになっていた。その処理のための変更の生じた人命を、 季節ごとに列記した帳簿と推定されている。親友、大帝帳、式帳、六年未定帳、青苗簿、輸送帳等の式をもって、七道の諸国に赤地下すとあるのが、資料における所見である。不記令十二条、春期条によると、春期に本国帳につけたならば、下役はいずれも徴収すること。下旗につけたならば、顔免除し、役は従事させること。 周期以後につけたならば、か、役ともに免除することとあり、道場に関する、礼集下、古記に引用されている、主計両条例行事によると、春期入り色、回役ともに免ず、ズ。か入り色、顔印、役を免ず、ズ。周期入り色、ともに回役を免除ずとなっており、都令二十条の、礼集下、礼釈一運によると、式式四帳ありて、回役合わせて侍人で入りし、 皆、貴重によりとある式は、式長式の一部であった可能性がある。天平六年度出雲国警会長には、10月21日、新条公文として、式長四冠の名が現れている。ありがとうございます。